せせせせせせつけいからのバックステップの神様。いやあ、せつだけいすきだよ。よう、みなのしゅうげんきからのバックステップの神様じゃ。やっていきまーす。ブラッドクリスマス。血が散ります。血が散りますよ。今回はバックステップの神様さんのプレイでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしく、たまもも。確か今回って現世に戻るとかいう話だったの。その通り。お父さんがね、なんか今回のサンタ暴走事件の犯人っぽい感じを兆しが出てきてますからね。このサンタ、こいつだったかな。ここから先のイベントを見るのはレベル10以上を推奨しています。お、わしらはレベル何本くらいあったかの。12くらいあったけん、いけるっちゃいけると思うんやけど、ちょっと見てみてください。わかった。あ、やっぱり12だった。俺の勘が覚えと、勘通りだった。けどの、僕とレンジャー特に何の装備もしてなかったと思うんじゃが。これ。ああ、じゃあ装備先に整えてきた方がいいかな。変えるもんあるかわからんけどね。一応見ときましょうや。おう、わかった。積んで、めんどくせえからそのまま行くぞ。そのまま行くんすか。頑張りますね。あ、よかった。生きてたんですね。なんかえげつないこといきなりさらっと言われましたけどね。わしらが生きててはダメなのか。実は送り出してしまったのをすごく後悔していたんです。でも安心しました。やはりあなたたちは強いです。それで町から出てきたということは、まさか原因が分かったとか。その通りなんだよな。ええ、多分ね。原因は突き止めだと思う。じゃあさ、あんたに協力してほしいことができたんだけど、いい？はい、可能な限りお手伝いしますか。私たちを一度人間の世界に返して、もう一度サンタの世界に連れてきてほしいの。え？それさえしてくれればきっとこの町を救える。もう一度こちらに連れて来るということは、私も業界の規定を破るということです。それで町を救えなかったら。そうなんやな。やっぱそういうサンタの世界にも法律的なもんがあるんだろう。信じてよろしいのですか。任せて。そんな役割をさせて悪いけど、ちゃんと町を救ってみせるわよ。よく言った。おう、これで決意はガチガチに固まったの。もしダメだったらチキンナゲットとかあげるね。安いわ。チキンナゲット最近じゃあな、結構安い値段で売ってるよ。わかりました。その流れからわかりました言われてもちょっと困るんよな、こっちとしてもね。なんかすごいシュールな芸人に見えるぞ。お、戻っとるのか。戻っとるみたいです。あ、来た。久しぶりにこの部屋に帰ってきた。お前も来とるかい。サンタも来とるの。サンタじゃない、トナカイか。バッチリ来とるの。おい、お前男な、見た目的に男なんじゃから女の子の部屋とか覗くんじゃないよ。そんなことしたらちょっとありやぞ。あ、いやもう忘れたな、すまんの。いいっすよ。魔導書を読み込んで結界解除の魔法を覚えるわけだから2時間くらいかしら。え、僕ご家族に見つかったりしないですかね。隠れといて。ゴミ箱あるよ。ゴミ箱進めるって意外とモコちゃんちょっと悪ですね。わ、もうやばいね。まさに悪のモコ、モコミチ、モコミチって呼ぶようかな、モコのこと。モコミチ、オリーブオイル使わないからな。あ、普通に入ったよ。何の抵抗もなく入ったね。綺麗に入ったね。あ、なんもないわ。さて、物色するかの。そうですね。女の子の部屋入ったらとりあえず物色っていうか男のルール。鏡よ、鏡よ、鏡さん。世界で一番美しいのは誰？お答えしましょう。サイドステップの女神です。あのやつそんなに美しくないわ。バックステップの神様さん、昔付き合っとったんでしょ。それはモコ様です。あら、それじゃあ鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番可愛いのは誰？お答えしましょう。サイドステップの女神です。やめろ。だからやめろってその話をもう掘り返すな。それはモコ様です。あなた、よくわかってるわね。それは、モコ様です。え？それは、モコ様です。お姉ちゃんが壊れたロボットになっちゃった。それは、モコ様です。いや
これから事件を解決しに行こうみたいな、事件の黒幕に会いに行こう的な話になっとるのになんでこういうところでコントできるかねちょっとその神経がすごいな。その神経的に、あ、ここでも寝れるんだ、セーブできるんだなんか便利じゃの、この家セーブポイントがかさがるってことやろ。あれ自分のベッドを見るのようやく家に帰ってこられたって感じで安心するわね。まあまた向こうに行くわけだけど、地面が血だらけじゃないのが違和感を覚えるくらいだねボコちゃん結構毒吐いてくるな。最近毒吐いてくるようになったなさっきのゴミ箱とかといいの、どんなとこ慣れてんのよじゃあペイントでさ、この辺血だらけにする。やめ、夢が広がってる部屋なんだからそのままにしとけ。はい、もう調べるもんはないんでセーブしとこう。セーブできないてかさっきセーブしたから別に。ああ、こっちの部屋にも行けるんやな、ちゃんとこんなグラフィックが広がって、あれお父さんおらんのじゃ。あれ、邪魔じゃない。お前何で勝手に俺の文読んでるねん。バックステップの神様。すまんすまん。たまに人が読んでしまう病にかかっとる。なんだその病気。あれ、パパがいないね。私たちが突然消えたから警察に届きを出してたりして。なるほどな。パパは警察に捕まっちゃうの？違うわよ。私たちを行方不明と思って捜索出してもらってるのかと思ってこと？自首しに行ったみたいに考えるなよ、モコちゃん。なるほど、なるほどってそっちしかないわ。あれ、でもパパのが凶暴化の犯人だったとしたら、今はサタさんの世界にいるのかもしれないよ。え、あ、そうか。あり得る。サンタを凶暴化させて、そのサンタの世界をどうにかしようという野望が見え見え。なるほど、サンタを凶暴化させてるのは何かしらの手段に過ぎない。まあその可能性も考えた方がいいけど、とりあえず窓帳を読むまで書き置きぐらいしておきましょうか。書き置き、書き置きか。書き置き、お、ここでいいのか。よし、パパに書き置き残すわよ。パパへ、私と向こうは今サンタの世界に行っています。凶暴化したサンタがうようやいて すごく恐ろしいところだけど、やらなくちゃいけないことができたから帰りはもう少し起こすくなると思う。危険が伴うためだけど、私がしっかりもこんまこもるため守るから、パパは安心して待っていてね。これを聞いて安心してでき安心してられるパパがどこにおるか。確かにセクサートの世界って何、ってなるよなるもんなそうや、サントの世界言われたらさ、もう頭がメルヘンチック。 PS、 パパが犯人ならドジョックに聞いたで。それで、はい犯人ですなんか言わないよ。そんなエクセントリックのパパおるか。 PS、 フライドチキンを用意してね。ダメだった時のこと考えてる。フライドチキンは結局さ、え、相手のトナカイも合意の上なのか。はい、オッケー。で、本ですね。本どこじゃ？これかの。これって需要あるの？謎の魔法辞典2070という本がある。随分と古そうだ。2070で古いんだ。しかもこれって需要あるのってあるんちゃうかな？例えば、ここで大喜利です。これって需要あるの？この魔法って需要あるの？どんな魔法？空を飛べた気になる。それダメ、それちょっと危ない薬の気がする。目次4ページからマヨネーズ大量発射魔法。いや、それは役に立つぞ。あの銀玉の肘方とかが覚えたがりそうやけんな。とにかくお金をどれだけでも払ってでも覚えようとするからな。11ページからが強度変装魔法。覚える、覚える人おる。てかこのゲームの作者さんが覚えたがる。何万でも出して、いくらお金出してても覚えようとしようとすると思う。もう幼女が好きすぎて自分が幼女になりそうな勢いですからね、あの人は。18ページから昏睡魔法、野獣と化したあなたへうわーん、犯罪集しかしないな。途中から犯罪集しかしなくなってきたな。大丈夫かな、この本か書いた著者の人。24ページからヘイチャージ魔法。意味わからん、なんかデンジャルジジイさんに出てきそうな魔法の名前。31ページからザオラクのザオラルの覚え方。なんか突然ガチな魔法みたいな感じが出てきたか。
39ページからが世界を壊す恐獣化魔法。恐獣化魔法。あのサンタの凶暴化したが恐獣化刀だとしたら、なんか本当に犯人っぽく見えてくるね、これ。確かに。45ページから歌い手になる方法。YouTube 見ろ。他には?おっと、魔導士はこれね。じゃあ私はしばらく結界を解除するための勉強をしてるから、僕は部屋で遊んでていいわよ。うん、わかった。何をしてるんだろうな、モコちゃんは。一人だるまさんが転んだとかやりよんかな。あ、操作できるんですね。できたよ。さて、これはセーブポイントになるのかな?ならない。まあ、そんなにポンポンセーブポイントあったらね。自分の家だったら自分の部屋でも完全にね、セーブポイントとかしてましたからね。遊ぶたで何すればいいんだろう。わからん。では、ここの部屋のもの全然喋られん。お姉ちゃんで調べかけてみるか?勉強しとるの?全然話聞かないの?優等生じゃ話しかけられても返事しないっていう集中力の高さが見えます。あら、なんか下に降りれんぞ。え、降りれんのじゃ。あ、このままサンタがどうとかになるんか。トナカイに対して結局遊びに行ったんじゃ。トナカイさん、遊びましょう。出ないと目玉ほじくるぞ。普通はモコちゃんには合わないセリフなんだけど、あんなことを言ってたモコちゃんがいるからの、いいそ、意外といいそ。え、僕ですか?ほら、出てきて、出ないと目玉をほじくるぞ。こうしないと出てこないと思ったからね。何して遊ぼうか。おままごととかどうかな。男の子が言うものじゃなかった。こいつ意外と男の子は男の子でも子が娘の方だったりするのか。わからん。トナカイさん、そんな可愛い遊びが好きなんだ。そうでもないかな。いやー、モコちゃん、この子さ、見た目的に競馬とか好きそうだと思うやけどな。完全にサンタとサンタの夢ぶち壊しになってるよ。サンタを乗せるようなチャン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 な生き物がな、その競馬とか金かけ合ってゲームとかするとかダメだと思うぞ。モコちゃんのやりたい遊びをやろうよ。じゃあね、謎かけ。あ、意外と渋いな。渋いな。お前と同じことを言っとる。整いました。クリスマスとかけまして、ペガサス流星拳と解きます。ペガサス流星拳ってなんじゃ。確かセイントセイヤの必殺やけど、俺セイントセイヤよくわからんので。ペガサス流星拳言われてもさ、何のこっちゃわからんのよね。その心はわかるんかお前。どちらもセイヤでしょう。普通にうまかってね、ツッコミどころがないっていうね。うん、クリスマスのセイヤと聖剣士セイヤ、セイントセイヤのセイヤをかけたんだね。普通にスルーされとるがな。そりゃスルーするわ。いやー、だってセイントセイヤのこと知らん人多いもん。これ俺の視聴者さんでセイントセイヤ知っとる人挙手ってコメントで書いてもらおうかな。知っとる人挙手でノーって書いてもらおうかな。知っとる人、多分そんなコメントは一切ない。見返しても一切ないと思うからね。ねえ、モコちゃん、違う遊びをしようよ。飽きたらしい。整いました。しかし、モコちゃんは聞いていなかった。モコちゃんは独走で行きますぞ、独走で。雪とかけまして、王様の本宅と解きます。王様といえば、あの王様。椅子返してもらったんかな?多分返してもらってないです。執事のやつがちょっとお金に変えてね、そのお金で競馬行っとると思うんですよ。吸ったと思うんですよ。また競馬か。最近の人間は競馬がやたら好きなんじゃな。その心は?どちらも城でしょう。いまいちうまいとは言えないっていうレベルだよ。確かにその通りなんやけど、うまいとは言えないレベルなんだよな。反応に困るタイプ。雪が城で王様の本宅が城?モコちゃん、もうやめよう。楽しかったのに。モコちゃんは何でも楽しい、楽しい、楽しい、いいそうなタイプじゃんの。確かに。
案外草むしりも楽しいって言うかもしれない。疲れるぞ草むしり。それでも楽しい楽しいって言いながら抜くタイプだと思う、もこちゃんは。じゃあ次は、ある。お主何をやっている？なんかいきなりシリアス展開になってきたぞ。それだったら俺謎かけしていただかったのに。しかもお父さんじゃないっていう、普通にサンタができた、あるのご主人様的な感じかな。え、サンタ教会のなんて読むこれ。だから信彦さんかな。信彦さんで行くぞ。まあ合ってないかもしれんけど、信彦さんで行くぞ。信彦さんで行くぞ。魔法を使う人間らしき者が我々の世界に来ているとの通報があって、捜査をしていたところ、貴様が対象の人間と接触し、一緒に人間界へ向かうのが見えた。弁解の余地はくれてやろう。さあ話してみるがいい。これはちゃんと理由があったけん、うまく話せば聞いてもらえると思えるが、ここたち、僕をレインディアは我々の数倍高い戦闘能力を持っています。二人はその力でサンタシティに入り、ついに凶暴化の原因を突き止めました。そうそう、凶暴化の原因を突き止めたんじゃ。その手助けをしているに過ぎない。何？こんな小娘が。ええ、さらに一度人間界に戻りさえすれば凶暴化の問題解決までもできると。バカな、たかが人間の小娘で凶暴化の解決だと？貴様こやつに騙されてるだけだ。何をおっしゃっているのです。こんな小娘だからこそ我々を咎めるようなことはしない。そうは思われませんか？思わないな。人間の子供というのは案外ずる賢い生き物だ。うん、案外ずる賢いよ。例えばママお手伝いするから、お手伝いするから、かき氷買ってとか言ってお手伝いをするからっていうことを前提で話すやつもおるからね。小さい頃の俺です。どうせこの混乱に乗じてサンタやトナカイを騙し、たくさんプレゼントをゲットして逃げようとしてるって違いない。そんなはずは。黙れトナカイ不正が。あ、でも現に俺結構プレゼントめちゃくちゃ持っとるけんな。お金に書いたでしょうけんな。このサンタのことも確かに一応さ、一理あるっちゃ一理あるんよな。確かにその通りじゃ。お金ガッポガッポ稼げるからと、今の手持ちにあるプレゼントを売ったらどれくらいになるか。くっ、さあ小娘たちを捕まえるぞ。貴様も手伝え。ねえねえ。む、なんだ。じゃあ私だけ捕まえるっていうのはどうかな。な、何を言っているんだ。お姉ちゃんはね、サンタ市場を救うために今魔法の勉強をしているの。そして勉強が終わったら街中を探して結界を壊さなくちゃいけないの。だからとっても忙しいんだ。でもね、私はずっとついていくだけでとっても暇だからサンタさんに連れて行かれても大丈夫だよ。おお、なかなかに度胸があるな。牢獄にいられても問題ないというのか。もこちゃん、いいやつやん。普通にいいやつやん。本当じゃ、姉思いというかの。うん、大丈夫。信彦さん、我々は子供に夢を与えるのが仕事です。子供を監禁するなんて絶対にいきません。大丈夫、私は怖くないよ。それに私が捕まっていればお姉ちゃんがプレゼントだけ集めて逃げるっていうことはできなくなるでしょ。だからガラホを捕まるだけでいいんだよ。それで無実の証明になると思うな。ああ確かにお前さえ捕まれば人質として成立する。よかった。信彦さん、この信彦さんって本当に信彦さんかわからんだけにね、こう呼んでいいのかっていう、ちょっと毎回迷ってしまうからね。レインディアが凶暴化を解決した場合は、おう、もちろんサンタシティが救われれば小娘を解放し謝罪してやろうではないか。なら安心安心。それで安心できるモコちゃんも肝が座ってるの。モコちゃん本当に大丈夫？私はお姉ちゃんを信じる。素敵な姉妹だね。さあ行くぞ。その頃レインディアはやっぱその通りだった。そうなった。あれ、どこは？ペン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 、回想シーン終わり。そう、わかったわ。そのわかったわの言葉にどういう思いを込めてるのか。思ったよりも狭いかも。
でもここなら安全だし、お姉ちゃんが結界を解除するまで待ってればいいんだよね。向こう、この中で何をしてるんだろうかと。どうでしょう。てか隣捕まってるよ、トナカイさん。お、誰じゃあいつ。誰が捕まったんじゃ、わしらみたいにどうにかなったんか。多分競馬の押しすぎで借金して、最終的には自己破産になってこういう感じになったんでしょう。お前、なんか競馬ネタ好きじゃの。動かせるんかな。お、動かせるぞ。じゃあまあ時間か時間だし、じゃろ。その通り、時間がちょっとね、ちょうどいいくらいなんでね、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け、週明けじゃ。プリズンブレイク、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 プリズンブレイクや、プリズンブレイクや。あ、イベント始まってもだ。今回の動画でブラッドクリスマスとうとうパート10、2桁まで行きましたよ。バックステップの神様さん、これも刹那圭介と視聴者のみんながいてくれたからじゃ、ありがとうの。というわけでそろそろ実況になれたと思うんで、一人で実況してみませんか。マジで。